はい、多分風チャンネルのルーリオです。本日はですね、藤井風さんの公式 YouTube チャンネルから新しい動画が投稿されているというお話をさせていただこうかなというふうに思います。結構僕もあれって感じで見逃しそうになってしまっていたので、その見方とかその仕組みとかちょっとお話できたらなというふうに思っております。このチャンネルでは藤井風さんを中心に取り扱いをしています音楽のチャンネルとなっております。もし、藤井風さんの情報を逃したくないよって方はですね、ぜひチャンネル登録、通知ボタンのオンの方よろしくお願いいたします。というわけで、本日撮影しているのがですね、12月23日なんですけども、本当に今週は風ウィークと言っても過言ではないかなというぐらい、風さんの情報というかいろんな出来事で溢れておりましたね。なんか天気も風が強くてですね、なんか本当にここ自分の近くまで風さんが来てるような気がしたんですけども、12月17日がですね、寝そべり配信があって、まあ一番好きな花最終回見てくださいって風さんの、まあそこから始まってたんですよねっていう匂わせから、21日、一番、好きな花の最終回でですね、風さんがなんと地上波に登場して、花の、バラードバージョンを歌唱する、生歌を披露するっていう、もう素敵な1週間、もうねジェットコースターのような1週間でしたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。もうね、いろいろまあなんかね、紅白とかも期待しちゃうんですけども、今日はですね、冒頭お話しした通り、藤井風さんの公式 YouTube チャンネルから新しい動画が投稿されているというお話をさせていただきたいなというふうに思っております。で、今ちょっとね、スクリーンショットをこの画面にも左側に映してるんですけども、なんと、藤井風さんの、公式 YouTube チャンネルから新しい動画が投稿されていました。拍手拍手でいいですか？拍手でいいですよね。動画って言ってもですね、今回はショート動画が更新されているようです。ショート動画のタイトルが、藤井風の新しい MV ってっていう、なんかなんて言うんですか、なんか匂わせなのか、ちょっと不思議な感じですよね。で、内容は見ていただくとわかるかなっていうふうに思うんですけども、藤井風さんの、まあ、新曲花のですね、 MVの縦型、ショート用の縦型の、動画が、投稿されていました。拍手なんか不思議なタイトルですよね。普通公式だったら花スラッシュ藤井風、MV とかのなんかこうオフィシャル感あふれるタイトルにするのかなと思いきやですね、藤井風の新しい MV って点点点っていうのと、あとこのサムネ、ショートのサムネもおそらく設定したりだとか、時間指定したりされると思うんですけど、このなんていうんですかね、家、風さんの家を模したような印象的な MV の中でも印象的なシーンをサムネにしてですね、なんかあれ、果たして本当に更新の気なのかなって最初思ったんですけども、はい、藤井風さんの公式の方からショート動画が投稿されておりました。大サビの部分でですね、こうタバコ風にお香をね口にしているシーンとか、そういうところが映っているショート動画になっててですね、改めて縦型も素敵だなというふうに思わせていただきました。僕も一応こんな感じでね、 YouTube やらせていただいている身として、藤井風さんの公式チャンネル、もちろんチャンネル登録をもしておりますし、通知オンもさせていただいてるんですが、今回なんか通知来てなくてですね、なんでだろう、皆さんのところには来てましたか？僕だけかな？
で、あの視聴者さんからあの DM いただきまして、あの藤井風さんの公式 YouTube チャンネルでショート出てますよ、私のところ通知来てなかったんで、もし知らなかった、ヌリオさん知らなかったらってことでですね、あの教えていただきました。で、僕も通知来てなくて、あれって思ったんですけど、 YouTube の自分のマイページに飛んでいくと、あの藤井風さんのこの藤井風の新しい MV って点点点がですね、あのアップロードされましたっていう通知は来てたんですけど、いつもこう普通の動画、ショートじゃない動画が投稿された時に、あの何々チャンネルのなんていうタイトルの動画がアップロードされましたよって通知が iPhone に届くんですけど、その通知は来てなくてですね、ちょっと自分の中でも調べたんですけど、ショート動画はなんか通知来ないのかな、来ないみたいなことが書かれていてですね、あの気づいてない方も、もしかしたらこの多分風チャンネルで、あの風さんの情報をゲットしてるよっていう方の中でいらっしゃるかなというふうに思ってですね、今回動画でご報告させていただきましたが、どうですか、皆さん届いてました？僕はちょっと届いてなかったんで、もしよかったらですね、コメント欄でそのあたり教えていただけると、今後のあの僕の動画作成に活かせるかなというふうに思いますので、ぜひ教えてください。うん、なんか花って聞けば聞くほどこう深いなっていう、素朴なあのメロディーで、素朴な音数でこう派手な感じはないんですけど、あのドラマの世界観も相まって MV の世界観も相まって、とてもいい曲だなっていう風に最近聞きながら思ってます。でこの前なんかガヤガヤしたあのレストランに行った時に、あの遠くの方で音楽鳴ってるなって時あるじゃないですか。でその時に、まあ、歌詞とかあのそのボーカルの声とかは聞こえないんですけど、こうなんていうんですか、ベースの低い音だけ聞こえる時とかってわかります？ありますよね。それで、あ、これ聞いたことある、この曲なんだ、あ、花だってなって、まあ、それにもう全然遠いところで鳴ってる花でも僕はもう気づけるぐらい花を聞き込んできたのでとても最近いい曲だなって改めて、あのドラマがね終わるとともに、ドラマで最終回でね、あの披露してもらったとともに、なんか再確認、再実感させていただいてるなっていう風に思っております。でまあドラマで披露したっていうこともあってですね、もしかしたら紅白出るんじゃないのみたいなね、あの期待してる人があのたくさんいるなっていう風に思ってて、僕もまあ多少期待してるんですけど、まあ出なかったら出なかったでいいかなって思ったり、でも出たら嬉しいなって思ったりしている最中です。で確か2年前は12月24日この動画が出る日に、あの藤井風さん出ますみたいな発表があったと思うので、2年前確か平日、確か金曜日だったと思うんですよね。ちょっとカレンダーが今手元にないんですけど、あの金曜日、うん、なんか仕事場で僕えってなった記憶があるので、おそらく金曜日だったかなって思うんですけど、まあちょっと日曜日なんで、24日が日曜日ってあり得るのかありえないのか分かんないんですけど、まあね、あの機会がなんかご縁があれば歌っていただけたら、僕はね大晦日あのまたね楽しみが増えるなって、皆さんの中でもそうですだしようけど、増えるなっていう風に思いながらですね、ちょっと最近あの過ごしておりました。はい、というわけで本日はですね、藤井風さんの公式の YouTube チャンネルに、あの藤井風の新しい MV ってっていう名の、藤井風さんのショート動画が登録されている、花のね MV のショート動画が登録されているというあのお話をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。ちょっとね、通知来たかぜひ教えてください。で僕のチャンネルもぜひ通知オンしといていただけるとありがたいなというふうに思っております。まあちょっとね、本当にあの最近外が寒いので、あの体はあったかくして家でね、お家で風さんの音楽聴きながら、あの年末年始皆さん忙しくなると思いますが、僕も体調に気をつけてちょくちょくあのこのチャンネルの動画も上げていきたいなというふうに思っておりますので、あのよろしくお願いいたします。
というわけで、ちょっと短い動画になったかなというふうに思うんですが、最後までご視聴ありがとうございました。もし、ためになったよって方がいらっしゃれば、ぜひ高評価よろしくお願いいたします。それでは、次の動画、もしくは生配信でお会いしましょう。バイバーイ。